そういうことで今シーズンというかもうラストの野外採集に来ました、場所はちょっと教えられないんですけれども、今日はルッキング採集で憧れの念願のヒメオオクワガタ採集していきたいと思います。まあ、山がこんな感じで柳があるんですよ。でね、柳の木、いたいたいた、ここにも、いっぱいいる。え、ちょっと待って、待って、赤足参加していく。うわうわ、で、その奥にもいるのか。あ、あっちか、あっちの奥。わ、赤足ですよ、皆さん。待って、幸先いいな。赤足パーティーだ、赤足パーティー。この柳に結構ついてます。あ、皆さんリリースしますけども、ちょっ と最終なんでね。おっきい。あ、違う、これ赤足じゃない。あ、違う、コクワだ。コクワ、コクワのオスでか、待って待って、でかい、コクワのオスだった。じゃあこれにね、後でリリースしますけど、でっけ、ヒメオオかと思った。うん、これは赤足。え、待って、コクワのオスだ、でけ。ちょっと、うん、入れとく。え、でかい、これ、これかっこいい。すごい、すごい、すごい、ちょっと、あれ赤足だね。うん、あれ赤足。落ちた。あ、うそ。あ、いたいた。はい、赤足のオスだね。まあリリースしますけど。はい、はいはい。早くもこんなところにまだいるかな。あ、取れた取れた。あ、赤足だ、赤足のオスかな、うん、はいはい、すごい、赤足のオスゲット。めちゃくちゃ穴がありました。結構なかじり跡だと思います。すごいよ。あ、ちょっと本当にすごい。いやいや、また戻ってきて、お、またいた。あ、これは赤足だよね。赤足ね。蜂がいるから気をつけんと。よいしょ。はい。これはちょっとここか。赤足のオスでーす。あとリリースしまーす。ヒメオが混じってたら最高だね。蜂がね、ちょっとこの蜂をズームアップ。そうなのよ、蜂もいるんですよね。だからつくんだろうけど。
いやー、ここにですね、テレビが落ちてるんですよ。落ちてるっていうのはないけども、もう不法投棄の域だと思います。ね、こういうことする心ない人がいるので、まあ環境破壊にもつながってるわけで、本当にですね、やめてほしいですね。はい、どれどれ。よいしょ。こっち？あ、本当だ。これ広角だからな。はいはい。いるね。赤足のオスだね。あ、いけるいける。あ、落ちた。よっしゃ。はい、赤足のオスですね。ゲット。だいぶ上の方だけど、あれ虫だと思うよ。違うかな。あれか。ちっちゃいけど虫だね。これ虫だと思うんだよね、これ。うん、やっぱそうだ。俺が見てるのと一緒だ。あれだ、あれだと思う。あれは虫だと思うな、やっぱり。そうだ、あの木だっけね。あの木の太さだ。だいぶ高いとこにいらっしゃるよ。でもあれは、なんかの虫だね。あれ、クワガタなのかはわからんけども。本日の最終結果でーす。赤足の数がやばいね。これ赤足たちだけど。これが、すごいよ、この、コクワの、オス？私の指の関節の第二関節よりもあるね。すごい、この角がかっこよくて、めちゃくちゃいい感じのコクワのオスが取れました。もはやの大きさですね。まあやっぱ赤足もね、割とサイズがあるやつ。まあこれとか。まあまあでかいね、それ。うん。角が、かっこいい。あ、ちょっとごめんなさいね。これが、これ。これが一番角が大きいかも。そう、これが一番でかい。うん。でもかっこいい。これはサイズがあるね。うん。あ、付節が取れてるから、うん、もう、あの、結構、今シーズン、割と、頑張った感じの、子たちですね。そうだね。うん。いや、まあこんなちょっと、感じの結果でした。はい、ということで、本日、ヒメオオクワガタ採集に来たんですけれども、今日は残念ながら、目的のクワガタを採集することはできませんでした。ですが、赤足とコクワのオスばかりですけれども、取ることができました。標高が750メートルぐらいの地点に今日は来ております。だいぶ遠出をしました。あんまり動画にちょっと映してなかったんですが、かなりテレビだけじゃなくて、家庭ゴミだったり、あと長靴とか、ペットボトルもたくさん落ちてました。あとはね、木にトラップを仕掛けたままの状態もありました。まあ、やっぱり、なんでしょうね。昆虫を採集すること自体は、私は悪いことではないと思います。そして必要な数だけで、取ったとしても、必要がないものはリリースしてしまうっていうことをすれば、ゴミを捨てることが一番どうかと思うんですよね。取りすぎるっていうのも、自然環境にとってはあまり良くないかもしれません。でも、適度に楽しむ。本当にそれを、まあ、仕事にしてる人は別かもしれませんが、こうして楽しむ分にはいいんじゃないかと思います。まあ、いろんな意見があると思いますが、やっぱりマナーを守って、で、なおかつ、ゴミはちゃんと持ち帰りましょう。
はい、ということで今シーズン最後10月上旬のクワガタ採集に行ってきました。ご視聴ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。